テラウパラハ、ンガーティトアの族長。1840年代、カマテはニュージーランド北島のンガーティトア族の戦争指導者で、ラウパラハによって作られたマオリの墓である。テラウパラハは1820年頃、敵のンガーティマニアポト族とワイカト連合の追跡から幸運にも逃れたことを生涯の祝いとしてカマテを作曲した。彼はパータカに隠れ、彼に、 有効的な俗徴フハレアンギに会うために、そこから戻った。テラウパラ派の作曲した墓は、ちゃんとから始まる。次に、墓の本体に続く。カマテは、一定の動きがない場合に、同調させることなく好きなように声の調子や動きを、自由に表現できる。一種のんげり型の短く、エネルギーがある墓の一種として考案された。カマテを踊るラグビーリーグニュージーランド代表チームの、 アイザック・ルークとアダム・ブレア、カマテは、ニュージーランドで最も広く、国際的に知られている墓である。なぜなら、この歌は、ニュージーランドの国際ラグビーユニオンチームである、オールブラックスとニュージーランドの国際ラグビーリーグチームである、キーウィズが、テストマッチの直前に振り付け及び同期されたバージョンを、伝統的に行ってきたからである。2005年以来、オールブラックスは時折、 カッパオパンゴという別の墓を行ってきた。カッパオパンゴの導入以来、オールブラックスのカマテの最長連続公演は、2009年8月22日から2010年6月12日までの休会である。1998年から2006年の間、ガーキトアはカマテの商標登録を試み、商業団体に許可なく使用されることを防ごうとした。2006年、 ニュージーランド知的所有県庁は、カマテが特定の業者ではなく、ニュージーランド全体を代表するものとして、ニュージーランド内外で広く認識されていたとして、その主張を拒絶した。2011年3月、ニュージーランドラグビー協会は、墓のマナを不名誉にしないという位との有効的な合意に達した。2009年、ニュージーランド政府は、 より広範な苦情処理の一環として以下のことに同意した。ありがとうございます。